何？おい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 はい、どうも皆さん、こんにちは、のぼるです。というわけでね、今日もジョーカー2プロフェッショナル人生縛りやっていくんですけども、前回はね、ジャミラスを倒したところで終わっていたんですけども、ジャミラスとの戦闘があまりにも苦しかったということで、今回もううちのパーティーの戦力の底上げを実施しようかなと思います。もしかしたらね、あんまりストーリーを進められないかもしれないんですけども、ここで一旦盤石な状態を整えてストーリーを進めていこうかなと思うんで、今回はいろいろパーティーの強化をしていくんですけども、いきなりね配合と行きたいんですけども、その前にちょっとね一体捕まえたいモンスターがいるんで、そいつをスカウトしに行こうかなと思います。その捕まえたいモンスターが誰か、想像にたやすいでしょう。ブリザードマンでございます。こいつはね絶対に捕まえるべきだと思うんで、スクールとかかけながら事故をなるべく減らして捕まえに行こうかなと思います。よし、準備は整った。リカントのテンションがね 100% になったんで、これで 10% 以上はいってほしいけど、 1.5% リカントで何パーセントいくか。 10.9% OKOK。 12% あったら仲間なんねえか。いや全然ワンチャンある。マジで来い。失敗か。怒るか。ちょっとテンション 100% でどれぐらいやれるかやってみたけど、 12% までしかいかないか。であいつとの戦闘ね結構しんどいんですよ。さっきもね MP スグルの MP がすごい少なくなってたと思うんですけども、ベホマラを使ってねなんとかしのいでたっていう部分が大きかったりして、怒り状態で氷抜き食らっちゃうと誰か死にかねないっていう部分もあるんで、ちょっともう一回配合しようかな。今手持ちのねスグルカナカンタが全員レベル10に到達してるっていう部分もあるんで、一回まず配合しようか。まずカンタから見ていこう。何かいいやつというか、C ランク以上には上げたいところだけど、全然 C ランクいけねえな。リカントと混ぜて、ここは多分 C ランクにはいけると思うんだけど、果たしてリカントと混ぜるのが得策なのかっていう問題はあるよね。自動 HP 回復、タイガーランス。こいつ強そうではあるか。ただテンションがなくなっちゃうから、ちょっとあのサンシャイン池崎みたいなやつをスカウトするにはちょっとしんどくなっちゃうっていう部分もあるか。そしたらちょっとスグルの進化先を見てみようか。バードファイターは誰？あ、こいつか。そっか、いたな、こんなやつ。いや、できれば A ランクとかいけたらベストだけど、メダパニシックル。なんだこいつ。知らないのいっぱいいるんだけど。いや、全然進化先 E のいねえな。ジェネラルダンテとか。どうなんだろうこいつ。初めて見るけど分かんなすぎる。あとはドラゴンソルジャーとかになってくるのかな。ドラゴンソルジャーは結構強そうではあるよね。そうだな、ジェネラルダンテかドラゴンソルジャーかどっちか行きたいけど、ちょっとステータス見て考えるか。ジェネラルダンテは HP37、 攻撃力44、賢さは30、 MP は29と。でドラゴンソルジャーは HP39、 攻撃力42、 MP もそんなに高くはない。で全体回復を覚えてるっていう弁も考えると、これドラゴンソルジャーよりもあっちジェネラルダンテの方がもし配合するんであれば良さそうな感じがするね。あとはカナ、誰に進化できるかっていうところがあるけど、タイガーランスは別にあれなんだ、カイトとじゃなくても作れることには作れるんだね。いやー、でもスカウトのこと考えたら一旦このままの方がいいのかな。そんな気がするわ。じゃあどうすよ、マジで。ちょっと今回最初の配合は、ジェネラルダンテだけにしておこっか。こいつを作って、そっからまたサンシャイン池崎をスカウトしに行ってみよう。なんで、まずはこいつを作ります。全体回復は確定でしょ。レッドファイターももしかしたら覚えさせていいんだよな。兜割りが欲しいっていう部分があるんで、レッドファイター行こっか。で、最後一つ何を覚えさせるかなんだけど、守備アップとかにしとくか。最後の一つは多分、振ることはないだろうからね。何でもいいっちゃ何でもいいんだけど、とりあえずはこいつ作って、でレベルを上げてサンシャイン池崎を捕まえに行こう。なんだこいつ。こんな風だったんだ。そしたらジェネラルダンテの名前は雪男にしよう。よろしくね。さあ、そんなわけでうちのじいちゃんレベル上げて戻ってまいりました。今度こそ捕まえるわこのサンシャイン池崎。マジで頼む。守備力ダウンからのテンション 100% だよこれ。どれぐらいいく？ 13%。 いやー、いってほしいけど、これ会心だろ会心。ダメか。 17%。 いや全然ワンチャンある。頼む、仲間になれ。失敗か。怒るか。いや、この3体ならワンチャンない。テンション2人とも 100% にしてみたんだけど、どうだろう。
あ、結構入る。 25% までいった。 27%。 マジで仲間になってくれ、お願い、頼む。もう全然ダメ、マジで。もう頼むから仲間になって、マジで。いい加減に仲間になってください。もうやだなあ、やっとスカウトできたもん。ああもう。こいつスカウトするの2時間かかった。 A ランク長かったもう。変えて愛護します。いやもう本当にしんどかった。 30% とかいってんのに全然仲間になんないのに、最後の最後ちょっとミスって16%で仲間になんの。あいつなんなの本当に。ふざけてんじゃねえぞクソったれが。おい、どこ行った、あいつ。こいつだよ。おい、早く解放させろ。もう魔王の使いのが作れる。嬉しい、やっと仲間になった。誰と配合するかっていうのはでも一番問題になってくるところだよな。メガボーグとウパソルジャーとギガンテスももう作れるんだ。あ、こいつ、え、あ、2枠モンスターになったんだ。へえ。いや本当はね、魔王の使い行きたいとこなんすよ。ただまあ前回使ったからな、魔王の使い。なんかちょっと違うの使いたい気持ちもあるよな。ちょっとメガボーグとかいうやつ行ってみる。こいつ今カンタがもう相当レベル上がってて、まあ、ステータス的にねめちゃくちゃ高いんで、でこいつスキルがね攻撃力アップ乾燥してるんですよ。こいつをさらに強くしていく、これはありな気がするんで、ちょっとこのメガボーグってやつ行ってみようかな。うん、こいつでいきます。で、攻撃アップ2になるよね。それはそうだよね。これをつけるかどうかっていう問題だけど、まあ攻撃アップ2は確定つけよう。だから攻撃アップ1もつけていいかもしれないな。1というかまあ無印、他につけるもんないもんね。で、うん、そうだね、つけよう。で、封炎の剣技、おお、これは悪くないんじゃない。つけていこうぜ。この3つでいこう。いや本当に長かった。苦節2時間、メガボーグの女の子が完成しました。君は今日からミカコだ。よろしくな、ミカコ。そして今度はユキオ、お前も配合しよう。何かいいのがいるのかっていう話なんだけど、 A ランクに上がれるやつとかいないかな。奇跡的にいなさそうかな。この感じいないな。え、何こいつ、プロトキラー。え、何こいつ、 AI 1から3回行動。おい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 。こんな面白そうなのできちゃうの。いやこれはさすがにプロトキラー行くでしょう。こんな楽しそうなのないでしょ。いやでも消費 MP×2 っつってた今、それきついな。まあ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 いいでしょう。一旦全体回復と、バウンティーハンターって何これ。あ、なるほどね、お金系いっぱい稼げるのかな。そしたら攻撃力アップと、あとは一つ何つけるかっていうとこだね。まあレッドファイターでもつけておこうかな。いやーちょっと回復役として MP 消費2っていうのはきつい部分はあるかもしれないけども、まあ一旦ねちょっと楽しそうすぎるんで作ります。消費 MP×2 をもってしても AI1 から3回コードはやばいでしょ。また女の子だ。君は今日からアケミだ。よろしくね、アケミ。で、最後、カナなんですけど、ちょっと、配合先もね、あんまりいいやつは正直いないんだけど、ここであえて、ちょっとパペット小僧とか作ってみるのありなんじゃないかなっていう風に思うんで、ちょっとパペット小僧行ってみていいですか。こいつ、応援覚えてるから、応援使って、他二人をサポートしていくみたいな形を取ってみたいなと思うんで、まあ、ここまでね、結構アタッカーとして来てたんだけど、まあ、ここでね、応援型というか、まあ、サポート型の、編成に変えていこうかなと思います。まあ、攻撃アップには絶対つけるでしょ。まあ、攻撃アップ1もつけといていいかもな。レッドファイターはもうちょっといらないか。バラエティも、ま、いらなさそう。ってなると、白夜の剣技か、レッドファイターか、みたいなとこになるんで、まあ、白夜の剣技かな。この3つで、いこうと思います。まあ、応援型にね、攻撃力アップ2と攻撃力アップをつけるのはどうなのかっていう話はあるけど、まあ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 、この後ね、また配合していくでしょうから、こいつも、まあ、また女の子じゃん。じゃあお前は、お母さんカナだったっていうこともあるから、名前はカナ子にしよう。よろしくね。まあそんなわけでね、楽しげな3体が、
完成したので、まあ、こいつらまたレベル上げてこようかなと思います。てなわけでね、さっき配合で作った3体レベリングして、まあ、レベル10までやってきたんですけども、またねこいつらも配合しようかなと思います。ただ全員女の子だからね、ちょっと一緒に混ぜるみたいなことができない部分が残念ではあるんですけども、まあ、まずミカコから見ていこうか。なんかねいいのがいるといいんだけど、ライオネックって誰？え、何こいつ、なんかちょっと強そうだけど。おっと、バッファロンもいるね。バッファロンは割と強いよな。そしたらこれあれだな、バッファロンを一旦作ってこいつでさらにいろんなモンスターをスカウトしてきて、それでさらに配合して味方を強くするっていうのはありなんじゃないかな。で、バッファロン自体はそれを経由してまたさらに、別のモンスターに配合していってみたいな形を取れるんで、バッファロンがいれば。これちょっとバッファロン行くか。ちょっと一旦バッファロン、まあ、前回も作ったけど経由します。で、まあ、攻撃アップ1と2は当然つけて、あとはバサーカーどうしよっかな。諸刃切り体あたり、兜割りなくなってんのか、ちょっと痛いねそれ。封印の剣技でもいいのかもしれないな、もしかしたら。まあ一旦この3つにしておこうかな。で、まあこいつも育てて、さらに配合先というか、まあそうだね、配合先があるかどうかっていうのを確かめたい。そしたらバッファロンの名前は達治にしようかな。よろしくね達治。であとはアケビについてなんだけど、やっぱちょっとね AI1 から3回行動、これはすごく強いんだけど、全体回復持ってるやつがね、特性で MP 消費 ×2 になっちゃってるっていうのはね、結構許容しがたいものがあった。でベホマラもねこれ打てないんですよ、持ってると。だからちょっと別のやつに変えたいんだけど、さっきチラッと見た感じあんまりいいのがなかったんだよね。まあミミックこいつは悪くないんじゃないかなっていうふうには思うんだけど、会心出やすいとスカウトパーセントアップです、これはどうなんだろう。あでもスカウトアップです持ってるやつを育てて、さらにまたスカウトして強化していくっていう形を取れるのはでかいよね。まあ、今回の目標を一旦まあゲモンとして見ていくのであれば、まあ、ゲモンと戦うとかはまだ分かんないんだけど、まあ、おそらく前回の感じからして戦うで間違いないとは思うんでね、そいつと戦う前に、ま、もうちょっとね A ランク、なんならもう味方全員 A ランクぐらいにしておきたい気持ちはあるから、まあ、サンシャイン池崎をまたスカウトしてきて A ランクをね作っていくっていう風になるんであれば、ミミックが一体いたらそれなりに役立つ部分はあるのかもしれないね。そうね、そしたら一旦ミミックにしよっかな。まあ、AI1 から3回コードはすごい面白いんだけどちょっとねヒーラーについてしまったのが悪かったね。一旦ミミックに変えようと思います。でも持たせるのは全体回復、攻撃力アップ、ナイトメアもね別にそんなに強くなさそうなんでね、魔法トラ、眠り攻撃、甘い息とかっていう部分だから、まあいらないと考えるならばレッドファイターで、まあ、兜割りを覚えさせておくっていうのが無難かなと思うんでね、この3つでいこうかなと思いますまさかの人食い箱に続いてミミックも作ることになるとなあ、また男の子だ。そしたらミミックの名前はユキオにしようかな。よろしくねユキちゃん。で問題のパペット小僧だよね、こいつ一番配合したかった。正直ね、まあ、応援っていうスキルをね履き違えてしまっていたんですけども、スキルっていうか特性か、あとね挑発、これが良くない相手のねテンションをなぜかランダムにね 5% 上げてしまうっていうね最悪の特性だったんで、ちょっとこいつもね配合して何かいいやつが作れたらなっていう感じなんだけど、まあ C ランクになれるやつはいないだろうな。うん、いないね。ただこいつをねこの前ゲットしたんですよ、雲の大王。こいつと配合するとゴーレムになるんだよね。ゴーレムがいたらそれはそれでテンションアップを覚えて、またさらにスカウトがしやすくなるかなっていう風にも思うんで、まあ一旦ゴーレム行くかな、どうしようかなっていうとこだけど、まあゴーレム行くか。かなこがねいても正直安定感を欠いてしまうだけなんで、行きたいと思います。スキルについては白夜の剣技にするのか石頭にするのかみたいなところはあるけど、石頭にすれば兜割り覚えるから石頭一旦行っておこっかな。白夜の剣技の方が後々は強そうではあるんだけど、白夜の剣技いらないかな、どうだろう。攻撃アップの方がいらないのかな。いや、まあ石頭で行こっかな。この3つで行こうと思います。逆にゴーレムは女の子の方が嬉しいかな。今回男の子2人も生まれてるから、
女の子だと助かる、オッケーナイス。そしたらこの子の名前は祈りにしようかな。よろしくね。てなわけで、まあランクは上がっていないこの3人ですけども、レベル上げてスカウトをねしに行こうかなと思っております。てなわけで軽くレベリングしてきたんで、また池崎をね捕まえに行こうと思います。よっしゃ、2体目ゲット。結局こいつも1時間ぐらいかかったけど、まあ捕獲までの時間は半分には減らしたってことかな。ちょっと背後しに行こう。これでやっとこさ2体目の A ランクモンスターが作れるわ。どうしよっか、一旦誰から配合していくかっていう話なんだけど、まず祈り見ていいか。祈りが誰に進化できるのかっていうの気になるんだけど、ゴーレムしかいない。何これ、ゴーレムってそういう特殊なモンスターなの？ちげえわ、俺転生の杖も出してた。何言ってんだバカタレ。一旦外してみてみよう。なんかいい相方いないかと思ったら溶岩魔人 B ランクになるんだ。なるほど、 B ランクになれるのは嬉しいところではあるね。うん、誰と配合しても溶岩魔人は確定でなれるっぽい感じだね。そしたらもう祈りを溶岩魔人に変えちゃおっかな。ダンビラムーチョもいるんだ。ただまあ溶岩魔人が一番強いんじゃないかなと思うんで、溶岩魔人で攻撃アップを2つつけるのと、まあ石頭を持たせておこうかな。兜割りができるんで石頭は、まあ一応石頭を覚えさせてこの3つでいこうと思います。まあ B ランクになったらね、またこいつをレベルアップさせて今度 A ランクにっていう形も取れると思うんで、作っておこう。そしたら溶岩魔人の名前は清美さんにします。よろしく。でまあ最後さっき取ってきたサンシャイン池崎さんなんですけども、まあ雪男と混ぜてウパソルジャー行こうかなっていう風に思います。まあちょっとステータスとしてはあんまり高くはならないかもしれないんですけども、まあ A ランクを増やしておくっていうことが大事だと思うのと、まあさらにね配合がプラス5になるっていうことで、まあ今後ねまたこいつからさらに生まれてくる子供たちも強くなるんじゃないかなっていうことで、全体回復と攻撃アップ、そしてまあラスト一つ、虫の知らせって何なんだろうか。スカララリッホハードブレイク、まあなんとも言えない、あんまり強くなさそうなんで、まあレッドファイター、この3つになるかな。まあ無難にで、まあ全体回復はこう担わせつつ、まあ30まで振れば一旦ベホマーラまで覚えれるんで、そっからは攻撃アップに振ってってっていう形にしようかなと思います。ウパソルジャーが A ランクだとも思わなかったけど、こいつ作っていこう。女の子か。じゃあこのウパソルジャーの名前はみやびにしよう。よろしくね。で正直達治についてはね、配合してもあんまりいいやつがいないんですよね。まあさっきみやびが女の子で生まれてきてくれたんで、みやびとの配合を持って思ったけど、ないかあんまりいいの。ちょっと達治困ってるね、行き先。まあちょっと今はまだ配合しないままでいようかな、達治については。まあ正直ねモンスターがだいぶ減ってきたっていう部分もあるんで、まあまたさらにね配合してモンスターの手持ちを増やしてからまた配合しないことには、まあ正直ねもう今 F ランクとかばっかりだから、まあいいモンスターもね作れないと思うんで、まあ C ランク以上できれば、まあ D ランクから C ランクで、まあ、B、A ぐらいのやつらをスカウトしてきて、またさらに配合したいなっていう風に考えております。てなわけでね、またまたレベルを上げて戻ってまいりました。みやび13、清美13、達治16ということで、まあこっからちょっと何に配合するかわからないですけども、まあできれば清美がね A ランクになってくれれば嬉しいなって言ったところなんですけども、ついでにまた池崎を1体スカウトしてきたんで、まあ一個一個ねまた A ランクにするっていう手もあるんですけども、まあ女の子だったんでね、まあ清美との配合っていうのはちょっと難しいかなっていうところなんだけど、狩猟の騎士とかいんのか。なるほどね、 HP 回復持ってるもんねこいつね、強いよね。あ、しかもまたプロトキラーいけるじゃん。プロトキラー結局あんまり見せ場作れなかったから、ちょっとここで行くのはありっちゃありだけど、しかも今回作るのは清美からの配合だから、スキルとしてもね兜割りがほとんどで攻撃力アップばっかりに振ってるから、結構強いプロトキラーが作れるような気はするんだよね。ちょっとプロトキラーもう一丁行くか。だね、全然行っていいわ。
これ清見とメタッピを混ぜてプロトキラーにしようと思います。で今回はね、まあ、兜割り以外は覚えていない完全火力特化のプロトキラーができると思うんで今度こそちゃんとプロトキラーの性能を活かせる立ち回りになるんじゃないかなと思いますまさかの同じ動画で同じモンスターを2回目作るっていうねこんなこともまあないと思うけど、しかもまた女の子だし名前はもちろんあけみにしよう。おかえりあけみ。であとはみやびの配合先が何かいいのがいるかっていうところなんだけど、まあいなければまあウパソルジャーのままでもいいかなっていうふうには思ってるけど、ライオネックとかいつものメンツしかいないかな。まあ一旦ウパソルジャーのままでいいかな。正直まあちょっと配合するモンスターが少なすぎてあれなんだけど、まあウパソルジャーとギガミュータントと、まああとライオネック以外あんまり作れるモンスターもいないんで、一旦まあウパソルジャーはウパソルジャーのまま行こうと思います。てなわけでね、レベリングを終えて断崖の頂まで上がってまいりました。おそらくここにゲモンが、そうだよね、待ってるんだよね。多分ビスカもここにいるんじゃないかな。連れ去られて来られちゃってる、いるね。これ多分もうゲモンと戦うことになるんだよな。え、こいつ超巨大モンスターの音楽流れんの。ぐえ、やはりここまで来よったか。このおなごは返さねえぜ。せがれの嫁っ子にするんじゃお前のせがれってジャミラスだろあいつと人間じゃ結婚できないだろ。それとせがれが世話になったみたいだな。その借りもたっぷり返させてもらうぜ。あ、せがれ来たし、これあれか、セブンスがジャミラスを雇いてくれるみたいな。てっぺんまでのこのけってくるなバカなやつらだ。キキキ、ハサミチか、登る。ここは私が引き受けた。君はそのでかいのをやっつけてくれジャミラーズの方が絶対楽じゃん。ガー、俺さんも任そうだ。100年早いよ、死ねえなんか悪役っぽいこと言ってる。ただしかしまあうちのパーティーも相当強くなってるからね。そう、ちょっとやそっとじゃ負けないよ。バイキュルといきなり来たねこれでかい。一旦テンション上げたいんだよな。だからバッファロンはテンション上げつつスクルト行くかどうかだよね。まあスクルトやるかさすがに。でまあここは兜割りを言っといてもらってみたいな形かな。まあバイキルドのターンちょっともったいないけど、さすがにスクルトはやらない手はないでしょう。で兜割りをしっかりやってもらいつつ2ターン行動してくれる。さらにもう1回動け。はい、3回行動きた。しかも兜割りもう1回やってる。しかし下げないし、氷の息やってくるのか。7ダメージ、え、結構痛い。そんな食らうか。うわ、マジ？これテンション上げながらスクルトやりたいんだけど、ホイミにしておく。一旦ホイミにしておいて兜割りを打ちながら、俺が条約層が、そう、ショップに追加されてたんで買ってきたんで、条約層を使ってあげるみたいな形がベストな気がするな。これでいいんじゃないかな。一旦139、ほぼ全開までいった。ただプロトキラー、あーでも結構回復する。ホイミで57回復するか。で普通の攻撃は大して食らわないけど、また氷抜きやってきた。ちょっとしんどいなここ。しかも兜割りも防御ダウンできてない。ベホマラ一旦行く。いやまだ耐えれるから、まだベホマラ行かなくていいや。いやでも攻撃したいんだけどな、ウパソルジャー。いきなりバイキルトもかかってくれたことだから、行きたいところだけど、まあ仕方がないね。まあプロトキラーは兜割りしつつ、条約層を、ウパソルジャーに使う形で行こうかな。これで、まあ、息攻撃をしばらく続けてくるんであれば、まあどっかのタイミングでベホマラを撃つ時が来るでしょう、おそらく。兜割りで守備力下げてくれたらでかいんだけどな、下がってくれないし、一回行動しかしないか。しかも結構痛い。そうか、今のスクルト1段階ではそれだけ食らうんだ。じゃあやっぱもう一回やっておきたいよね。で兜割り行きながら、ここは薬草で良さそうだね。ウパソルジャーにかか使っていって、でまあ138まで回復するでしょ。でスクルトかけて2段階アップで兜割り、そろそろ守備力下げてほしい。 OK、 ナイス。さらに動いてくれる。オッケー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 。火力はそ、ナイス。3回行動でかすぎ。でテンション 100%。 そしたらもうこっから、あ、バカ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 、あ、
危ねえなマジでお前。やめろそういうの。とりあえずベホマラーかけて、まあバッファローはもう攻撃でいくでしょ。でカブトアリは一旦行っておいて、さらに特薬草か条約草か。いやでもこっちの方が素早さは基本的に全部早かったから、条約草でもなんとかなるか。ここケチるべきじゃないか。ここでケチってウッパーソルジャーがやられたら俺もう涙流してしまうから、特薬草行くわ。行くしかない。うん、これで回復して120ベホマラ行って、まあ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 結果論としては後に動いたけど全然いい。でカブト割り行って、でさらに2回行動。いやーテンション100が使えなかった。嘘でしょ、だいぶ余力残してたんで。も痛恨、危な。メタルチケットを手に入れた。それもちょっと楽しそうじゃん。なんとか倒したけど大丈夫か登る。痛恨怖すぎるね。さあ貴様らの負けだ。ビスカ君を返してもらおう。う、わかった、この女子は返す、許してくれ。大丈夫ビスカ、こんなその走り方何なの本当に。セブンスもだいぶ意味わかんない走り方してたけど、あいつ前向いて走らねえからな。それからお前に聞きたいことがある。モグラの言うあのお方とはお前のことか。それはは、 まずい奴が帰ってくるぞ。え、せがれよ逃げるぜ。え、待って、連戦なんてことにはならないよね。え、何、おい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 。こいつはレティスさんじゃないっすか。だよね。うわかっけえ。え、でも待って、戦いになんないよね。いやレティスはいいやつって相場決まってんだろ。私の名はレティス、この大空を支配する者。あなた方は人間ですね。この私に何か。話はわかるみたいだけど。なるほど、自分たちの国に帰るためあなたたちの仲間になれというのですか。仲間になってくれんの。それは叶いません。私が使えるのはあのお方のみと決まっているのです。あのお方が呼んでいるあのお方はどのお方ですか。さあお引き取りを。ああ、戦いにならないだけ全然ありがたい。諦めないという顔ですね。まだ何かあるのですか。なるほど、あなたはドンモグーラに導かれここまで来たというのですか。それではあなたがあのバトル GP を。ドンモグーラはこの島の未来を託された信頼できるもの。彼を信じなさい。そして人間よ、運命に身を委ねるとです。そうすればあなたはあのお方に近づくことができるでしょう。どういうことだ。レティスが言うあのお方は誰なんだ。言ってしまったか。モグラたちの言うあのお方とは今の巨匠ではなかったのか。あ、そういうこと。うぐ、あ、え、え、船長さん、どうしたの船長さん。え、ノボルはセブンス船長を担ぎビスカと共に飛行船へ戻った。断崖の山頂からセブンス担いで船に戻ったの。えぐくないそれ。かなりの傷を負っておる。よく今まで耐えたもんじゃ。この島では直しようがないぞ。せめてわしらの国に帰れば。セビシさんや飛行船の修理の方はどうなんじゃ。すまねえ、絶望的でよ。新しい船作った方が早いぐらいで。まあそらそうだよね。そんな船長さん、このままなの。どうしよう、私のせいだ。
すまねえセブス、俺が笛がいねえばっかりに。ねえ皆さん、のぼるさんにかけてみませんか。まあ、何を言うとる。のぼるさんならきっと助かる道を見つけてくれるはずです。押し付けんな責任を。レティスの言葉を信じて僕らの運命をのぼるさんに委ねましょう。のぼる、聞いてくれセブンス。お前大丈夫なのか。無理をしてはダメよ。もう喋らない方がよろしくてよ。キュッ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 。のぼるさん、あなたからも無理をしないよう船長さんに言ってください。このくらいの傷なんともない。のぼるよ、聞いてくれ。私が飛行船から放り出され泳ぎ着いたのはとある海岸だった。そこにはとてつもなく巨大なモンスターがいて、私は奴から逃げながらあの崖にたどり着いたのだ。確かにこの島の海岸には強い主がいると僕も古い本で読みましたよ。のぼる、今のお前ならその海岸にも行けるだろう。レティスという巨匠を当てにできるなら海からこの島を出ることも。なるほど、次は海岸か。大丈夫セブンス。私が落ちて泳ぎ着いたのはとある海岸だった。ノボル、今のお前ならその海岸にも行けるだろう。レティスという巨匠を当てにできるなら海からこの島を。しかし決して無理はするなよ。じっくり力をつけてくれ。バトル GP には出ずにこのまま海岸に行けることになるんだ。すまねえセブンス、俺が不甲斐ねえばっかりに。なるほどね。まあそしたらね、キリも良さそうな感じなんで今回この辺で終わっておくんですけども、次回は海岸ですか。なかなか面白そうなとこじゃん。でまあね、配合としてももう A ランクを結構作れてるっていう状況にはあるんで、まあ次回ぐらいなんか面白いモンスター一体ドガンと作れたらベストだよね。海岸っていうぐらいだから結構いろんな種類のモンスターも出てくるんじゃないかなって思うんでね、まあよかったらそちらの方も見ていただけたらなと思います。ってな感じでまあ今回はここまで。また次回のドラクエジョーカー2プロフェッショナルでお会いしましょう。さよなら。